いけません、ローズハート君。それ以上魔法を使えば魔法石がブロッドに染まりきってしまう。僕こそが絶対正しいんだ。リノル。僕の世界にいらない。僕の世界、僕こそが法律、僕こそが世界のルールだ。返事は、はい、リドル様以外許さない。僕に逆らう奴はみんな首をはねてやる。あんなんてことだ。私がついていながら生徒をオーバーブロッドさせてしまうなんて。オーバーブロッドって何なんだぞ。あいつめちゃくちゃ邪悪な感じに変わっちまった。オーバーブロッドは魔法師が一番避けねばならない状態です。彼は今負のエネルギーにとらわれて感情と魔力のコントロールを失っている。なんかよくわかんねえんだぞ。僕もだ。ああもう、平たく言うと闇落ちバーサーカー状態ってこと。このまま魔力を放出し続ければリドル自身の命も危ない。命？とにかく生徒の命が最優先事項です。他の寮生は私が避難させましょう。ローズハート君の魔力が尽きる前に正気に戻さねば。命を失うことも最悪です。さらに最悪なのは、とにかく君たちは他の教員と寮長たちに応援を要請して。ずらー、くらえー、リデオ、オーガマ。ふぅ、貴様ら、何のつもりだ。ちょ、お前ら何やってんの。あいつ、あのままじゃ大変なことになっちまうんだぞ。さすがにそこまで行くと寝覚めが悪い。それに、まだ僕が間違ってました、ごめんなさいって言わせてねえし。分かった。少しの時間なら俺がリドルの魔法を上書きできる。その間に頼む。学園長、寮生たちの避難を頼みます。君たち待ちなさい、危険です。そうだよ、トレイ君まで何言ってんの。リドル君に勝てるわけないじゃん。勝てる奴にしか挑まないなんてダサすぎんでしょ。そんなの全然クールじゃないんだぞ。正気に戻すのに手っ取り早い方法はこれしか思いつかないな。あいつを失うわけにはいかない。あいつに伝えなきゃいけないことがあるから。あっそ、わかりましたよ。こういうの柄じゃないんですよね、本当。ああもう、生徒を避難させたら私もすぐに戻りますから、それまで耐えてください。どいつもこいつもいい度胸が終わりだ。みんなまとめて首をはねてやる。このままじゃリドルの体が危ない。手遅れになる前に止めないと。みんな首をはね。ここは俺の縄張りっす。Okay.
気あるね。次はお前だ。ビシッと。うるさい。うまくやる。黙れ。癖になる。奥に敬礼しろ。覚悟。任せた。了解した。絶対当てる。黙れ。ゴタゴタ抜かすな。誰でもいいから首をはねろ。始めよう。了解した。大丈夫か。捕らえたな。奥に敬礼しろ。やるか。静かに確実に。大丈夫か。うん、力まず動くな。覚悟。あれが獲物かい。お前だ。優雅さが足りないな。本気。いいっすね。了解した。おい。黙れ。やるだろう。わかった。これが覚悟の差だ。